民航空運航士1便墜落事故とは中華民国の航空会社であった民航空運航士のボーイング727が墜落した航空事故である。同景気のボーイング7271968年2月16日、民航空運航士1便は香港の旧香港国際空港から台北市の台北松山空港に向かっていた。しかしながら、 この機を操縦していたのは、機長ではなく、運航会社の運航担当役員であり、正規の操縦乗員ではなかった。彼はボーイング727の操縦資格を持っては、いたが、商業路線のフライトライセンスを持っておらず、完全に違法行為であった。住便は ILS に誘導されて、景気侵入による着陸体制にあったが、時期の現在位置を誤って把握していたため、 早めに高度を下げる、致命的な操縦ミスをした。機長のスチュアート・イ・デューは、高度が低すぎることに気づいて、すぐに操縦桿を引き、ゴーアラウンドを図ったが時すでに遅く、地表に接触して200メートルほど激しくロールし、その後一旦は浮上したが、空港の手前で、樹木や小屋などに衝突しながら、台北県、林口号に墜落、炎上した。 松山空港の消防隊と現地に駐留していた在隊米軍が直ちに救援活動に当たったが、この事故で乗員11人、乗客52人のうち乗員3人、乗客18人の合わせて21人が犠牲になった。ボイスレコーダーには墜落直前の機長の g o ツ h e l l という叫び声が記録されている。 事故の調査に当たった台湾民航局の1968年3月4日の報告ではとされており、事故は操縦ミスによるものと結論付けている。当該機は米国が運営していたサザンエアトランスポートからの借用で民航空運行士で唯一のジェット旅客機であり、また唯一の国際線就航機であった。これを喪失したことにより、同社の運航路線は 縮小を余儀なくされ、国際線は再び就航することはなく、1975年に会社も生産された。ありがとうございます。